小山神社、吉春院の石碑吉春院元那3年7月16日は、戦国時代から江戸時代初期にかけての女性。加賀国の戦国大名、前田利家の性質。縄松、篠原一景の子。改名は吉春院伝家岩尾修府大前修邸に。母が利家の母の姉であるため、利家とはいとこ関係にあたる。 学問や武芸に通じた女性であった。随縁寺にある吉原院の生誕地被天文16年7月9日、尾張国海東軍沖の島に、篠原一家の娘として生まれた。天文19年に、父、一家が死去し、母が尾張守護柴氏の家臣、高畑直吉と再婚すると、松は母の妹がとついでいる、尾張嵐子、上主 前田利政に養育されることになった。永六元年、数え12歳で利政の子でいとこにあたる前田、利家にとつぐと、など、11歳から32歳までの約21年間で、二男九女を産む。なお、女性一人が産む、子供の数が多かった、戦国時代にあっても11人の実子がいる女性は、ケウであり、記録が残る限りでは、 伊達春宗の性質久保姫と並んで最も数が多い。その子孫は、近代以降の皇室などに血脈を伝えている。天正11年、静ヶ岳の戦いで、柴田勝家方に組みた利家が敗走した際、越前府中城で、橋場秀吉に会って、和議を講じて、年家の危機を救った。慶長4年に、利家が病死すると出家し、吉春院と号する。 慶長5年、前田家に徳川家康から無本の権威がかけられた際には、公選を主張する年長をなだめ、それを解消させるため自ら人質となって江戸に下り、14年間もそこで過ごした。なお、江戸に護送される手配を、前田玄威、長塚正恵、増田長森の年寄りが行っており、家康の大名党政策は、打ち付け、五奉行体制に基づいており、 その構成員を動員している。この場合の抗議のよりどころは、秀吉遺言覚書であり、これによって、家康の抗議としての性格を裏付けることが可能となるから、家康の一方的な権力の乱用とは、必ずしも言えないのである。還元するならば、吉原院は、公人として、豊臣政権の大老の聖母としての扱いを受けながら、江戸入りに至ったことを知らしめるものである。この間、 関ヶ原の戦いで西軍に就いた、次男、前田利政の斜面や娘婿の浮田秀英への除名、養育していた、利高の大名取り立てを、江戸幕府に直訴するなど、前田家のために奔走する。ところが、利政の斜面の約束は土壇場で保護にされ、ショックから重体となり、幕府の命により、異性、刑で保養。金沢へは立ち寄りすら認められず、 慶長19年に、長男、年長が死去すると、ようやく金沢へ帰国できた。なお、後に、江戸幕藩体制において、初代名祭主の江戸居住制が確立するが、吉原院は、その第一号となる。元那3年に、金沢城内で死去、去年71。墓所は、金沢市の野田山墓地、京都市北区の大徳寺吉原院。 吉春院の化粧料7500国は、次男、豊正のこの前田直行に与えられ、直行は合計1万国を領して、前田利常に仕え、その子孫は前田とさ守る家として本家を支えた。豊臣秀吉の性質高台院とは今儀の間柄であったことで知られる。テレビドラマ、ありがとうございます。